皆さん、こんにちは。キテレツ姉弟の部屋へようこそ。ディズニーランドに行ったときは、大体まず最初にカリブの海賊に乗ってしまうキテレツ兄弟のノリです。場所的にも待ち時間的にも乗りやすいんですよね。さて、このチャンネルを見てくださっている方はよくご存知の通り、私ノリ、長い間ジャンボジュニアのアニマトロニクスを作ってるんですけれども、作っていくうちにある夢を抱き始めました。それは、ジャンボジュニアのアトラクションを作るという夢です。いやいや、お兄さん、そういう夢はまずアニマトロニクスを完成させてから言ってくる。例えば、ジャンボジュニアと触れ合ったり、写真を撮ったりできるグリーティングみたいなアトラクションを作れたらなぁ、なんて妄想を最近考えてるんですよね。ということで、今回は、ジャンボジュニアのアトラクションのイメージ画像を描いてみたいと思います。イメージ的には、新しいアトラクションができる時の完成予想図みたいなやつを描いてみたいんですよね。ちょっと検索してみると、例えば、そうそう、こんな感じとか、こんな感じとか。まあ、こんなうまく書けないとは思うんですけども。まあ、そんなこんなで、早速行ってみましょうと、はい。さあ、まずは、絵を描く前にどんなアトラクションにしたいのか、イメージを膨らましてみましょう。映画では、かわいそうなシーンが多いジャンボジュニアですので、アトラクションでは幸せなジャンボジュニアに会いたいですね。そうだ。ファンになったジャンボジュニアの握手会にゲストが参加できるというシチュエーションはどうでしょうか。ゲストはジャンボジュニアと握手したり、写真を撮ってもらったり、大好きなピーナッツをあげたりできるんです。本当にできるかどうかはわからないけど。いいなぁ。ジャンボジュニアの握手会あったら参加したいなぁ。イメージが膨らんできたので、絵を描いてみましょう。下書きはこんな感じです。これを本番用のボードに移して色をつけていきましょう。30倍速でどうぞ。最後に看板に色をつけて完成です。アトラクション名はジャンボジュニアのダンボグリーティング、そのまんまですね。ここではゲストはサーカス団のスター、ジャンボジュニアの握手会に参加することができます。握手の方法は、ゲストが手を差し出すと、ジャンボジュニアが鼻でツンツンしてくれます。帽子のところにはもちろんティモシー兄貴の姿も。握手会の様子はサーカス団の団員が撮影してくれます。ジャンボジュニアとの素敵なひとときを過ごせること間違いなしです。
ということで、いかがでしたでしょうか。妄想だけはどんどん膨らみますが、まずはアニマトロニクスを完成させないとですね。頑張ります。このアトラクションあったらいいなぁと思ってくださった方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントで応援していただけるととても嬉しいです。あと皆さんのこんなアトラクションあったらいいなぁというのがあったら、ぜひそれも教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。どうして歪んだ世の中で君はまっすぐ、どうして暗闇